バルーチスタンバルーチスターンは、現パキスタンの西南、イラン東南、アフガニスタン南部にまたがる地方。バローチスターンとも呼ばれる。バルーチスターンとは、バローチ人の土地の意味。明治時代には、漢字で、広島、菊地島と表記された。アラビア海に面するマクラーン海岸には、パキスタンには、クワーダルがあり、イラン側には、チャーバハールがある。ゲドロシア砂漠を要する。 新石器時代のメヘルガル一石が知られている。バルーチスターンはインダス文明を担ったとされるバルーチ人やブラフイニンが住んでいた。クリ文化はゲドロシアにあり、メヘルガル一石とはボーラン峠の反対側に位置している。クリ文化と同時代には西にジーロフト文化などが知られている。クリ文化やジーロフト文化とインダス文明やエラムとの関係は未解明である。 紀元前530年頃、アケメネスアサペルシアのキュロス2世によって、ゲドロシア属州が置かれた。3世紀頃、マハーバーラタによれば、インドスキタイ王国のパラタラジャスがあった。7世紀には、ウマイアーサ、8世紀には、アッパース朝とアラブ人の支配下に置かれていた。13世紀には、モンゴル人の地政下になる、イルハン国、15世紀には、チムール帝国のハントに入った。 1486年、バルーチ人のミール・チャカール・リンドが、リンド部族の族長となると、ラッシャリ部族との30年戦争で勝利した。さらに、ミール・チャカールは、アフガニスタンやパンジャーブ地方へも進行し勝利した。カラート・ハム王国の国旗1638年に、カラート・ハム王国が成立したが、ペルシャやアフガニスタンからの影響が大きく、アフシャール・アソのナワディルシャーが、 カラーとノブ族連合軍に勝利し、カルホラの領土を奪われた。その後、反独立の状態が長く続いたが、1758年に再び独立を確保する。1840年にイギリス軍が侵攻。1854年に条約を結び、イギリス保護領バルーチスターンとなった。この辺りはイギリスによるインドの統治が進むにつれて、 本国とインドの間の電信線を敷くためには、不可欠な地方となり、ガージャール・アサペルシャのナーセロ・ディーンシャーと、ロイター男爵が相談して行われた、ロイター利権の供与と連動して、イギリスはバルチスターンを4つの反王国に分割し、バルチスタン主席弁無官僚を設置した。1947年に、 イギリスのインド統治が終了すると、もともとインドの一部ではないので、インドやパキスタンには参加せず、イギリスやパキスタンもカラートハン王国の独立を認めた上で、パキスタンとは特別の関係を結ぶことを模索し、1952年にバルーチスタンハン藩王国連合として独立させ、議会や内閣を設置した。パキスタンの軍事的圧迫にこすことができず、藩王は、 併合条約に調印し、パキスタンに軍事併合された。その後もしばらく内政自治は続いていたが権限は大幅に縮小され、1955年には反王国自体が名目上も消滅させられた。バルチスタンはパキスタン国土の4割を占めるが人口は5%に過ぎない。しかしバルチスタンは石炭、天然ガス、 クロムなど豊富な資源に恵まれており、バルチスタンのバルーチ人は、パキスタンと中国に富を集奪されているという意識を持っている。1973年に、イスラマバードのイラク大使館を、パキスタン軍と警察が襲撃して武器が押収される、事件が起き、イラクとソビエト連邦とインドは、イランやパキスタンの領内で活動する、バルーチスタン解放軍などのバルーチ、 民族主義運動に援助を行っていると、パキスタン政府から非難された。1973年 EN-1970S オペレーションインベローチストン。1998年5月28日と5月30日に、パキスタンのナワーズ・シャリーフ首相兼国防大臣が、初の核実験をバローチスターン州茶街地区。 ラスコー給料の地下核実験施設で成功させた。2004年 EN ドローンアタックスインパキスタン。2013年バルーチスタン解放軍による EN 2013クエイド E イ,イザムレザデンシーアタック。イラン語軍に属するバローチー語を話すバローチー人が住む。その他パシュトー語を話すパシュトゥーン人やブラーフーイー語を話すブラーフーイー人が住む。言語は 第一言語として、パンジャーブ語やシンド語が使用されるほか、第二言語として、パキスタンでは、ウルグー語、イランとアフガニスタンではペルシア語が使用されるなど、多重言語となっている。ありがとうございます。